日光東照宮について、日光東照宮は、日本の栃木県日光市にある、江戸時代に建てられた神社です。徳川家康を東照大権現という神として祀った神社です。東照宮は、日本の歴史と文化の象徴であり、全国的に有名な観光地となっています。東照宮には、鐘楼や神楽殿、五重塔、陽明門など、多くの重要文化財があります。また、周囲には国立公園の中ということもあり、自然の中に神聖な建造物が佇んでいる光景は、美しい景色として訪れる人からも大変な人気を博しています。東照宮には、日本の美しい庭園や、四季折々の自然を楽しむことができます。一年を通して様々な行事が催され、多くの人が訪れます。ぜひ、日光東照宮の歴史や文化、自然美を感じてみてはいかがでしょうか？